客等が魅力を感じ、安心して楽しめるサイクリング環境を創出していくためには、地域の事業者と連携した取り組みが不可欠であることから、本年2月に策定した市自転車活用推進計画に、競争による取り組みの推進を位置づけるサイクリング環境を創出していくためには、地域の事業者と連携した取り組みが不可欠であることから、本年2月に策定した市自転車活用推進計画に、競争による取り組みの推進を位置づけたところであります。その具体的な取り組みといたしましては、地域事業者との連携のもと、これまで市内6カ所にサイクルステーションを開設し、運営事業者に対してレンタル用車両の貸与やサイクルスタンドの設置、運営費補助などの支援を行っているところであります。また市内にはサイクリストに対し、飲料水の提供やトイレの貸し出しなど、独自の支援を行っている商業者や飲食店等もあることから、今後、これらの事業者と連携を深めるとともに、取り組みの輪を広げ、サイクリストをおもてなしするための環境整備を進めてまいりたいと考えております。さらには今般のコロナ禍において、全国的にサイクリング人気が高まりつつあることから、この機を捉え、市内のホテルや旅館など、観光関係事業者と連携し、海岸線の景観や温泉など、本市ならではの豊富な地域資源を生かしたサイクルツーリズムを推進することで、観光交流人口の拡大にもつなげてまいりたいと考えております。議長、吉田幹人君。はい、ありがとうございました。ご答弁にもありましたが、やはりこの事業を成功させようという思いの共有というのが必要だと思います。ぜひとも前向きに取り組んでいただけるようお願いいたします。次にスポーツとの連携について伺います。いわきの自転車イベントとしては、市内外から1000人余りの参加があるツールドいわきが挙げられます。小田浜三角走行をスタート地点に、遠野、湯本、平、四倉、久野浜といわき市全体を回るコースであります。私自身ボランティアスタッフとしてツールドいわきに参加して感じたのは、自転車からの視点というのは自動車にはない新たないわきの魅力の発見があったということであります。また震災前にはいわきでトライアスロンが定期的に開催されていたこともあり、私自身トライアスロンをやる人間としては、こうしたサイクルイベントのコースにいわき七浜街道が組み込まれるといいなと考えております。そこでスポーツとの連携について伺います。特定政策推進官。いわき七浜街道は本市特有の優れた景観を有する海岸線に沿って整備が進められており、サイクルスポーツとしての活用にあたっても非常に魅力的なルートであると認識しております。このような中、去る6月19日から22日まで七浜街道のほぼ中間点にオープンした新舞子サイクルステーションを拠点として、日本パラサイクル連盟による合宿が行われたところであり、合わせて実施した市民との交流事業の参加者からは、景色が良い、走りやすいなどの高い評価をいただいたところであります。今後におきましても、いわき七浜街道を含めた市内の自転車関連施設を活用しながら、合宿の誘致やイベントなどを実施し、交流人口の拡大を図るとともに、市民の皆様がサイクルスポーツに親しめる環境や機会を提供してまいりたいと考えております。議長、吉田幹人君。はい。次に市民との連携について伺います。いわき七浜街道はサイクリストだけのためのものではありません。近隣の方々が日常的に楽しむ散歩コースでもあります。ウォーキングは高齢者の健康に良いと言われております。なんといってもジムやプールと違って月額会費がかかりません。しランニングと違って足腰への負担が少ないスポーツです。一般市民の健康維持にも役立つと思われるこのいわき七浜街道ですが、健康面での市民との連携について伺います。保健福祉部長。いわき七浜街道について
市民との連携により健康づくりを進める方策といたしましては、主にサイクリングやウォーキングがあり、その効果としては有酸素運動で心肺機能が高まるとともに肥満防止につながるなど、生活習慣病の予防改善が期待されることが挙げられます。また白砂青潮が広がる本市特有の美しい海岸線の景色を楽しみながら運動することで、ストレスの解消につながり、心身の健康増進に有効であると認識しております。さらには新型コロナウイルス感染症の状況下において、外出機会の減少や運動不足が懸念される中、屋外で気軽に運動を楽しめる場の確保が重要になっております。このようなことから、今後におきましては、サイクリングマップ等の活用により、市民や団体の皆様への情報発信を行いながら、市民の健康増進に向けて、日頃から自然に楽しみながらをキーワードに、身体活動や運動に親しめる本市の代表的な資源として、七浜街道の活用に努めてまいりたいと考えております。議長、吉田幹人君。はい。ご答弁のとおり、いわき七浜街道は場所によっては波打ち際から本当に数メートルのところもあって、非常に気持ちがよくウォーキングサイクリングできるものとなっています。ぜひいわき市民が親しめるような形になって、なることを記念して次の質問に移ります。大きな質問の2点目は、いわき仮称いわき平城城跡公園についてであります。私はいわき市議会議員となることで、高校卒業以来、実に20数年ぶりにいわきに帰ってきたわけでありますが、戻ってきて驚いたこと、たくさんあるんですが、その一つが、いわき市民のいわき市に対する郷土愛の薄さでした。これまで私、上京以来、10以上の地域や自治体に住んでみた経験から思うのは、少なくともかつてのいわき市誕生前の五市九町村に対する市民の郷土愛に比べると、いわき市全体に対するものっていうのはとても薄いなと感じました。いわき市人口ビジョン、いわき創生総合戦略でも述べられておりますが、20歳前半の若者がいわき市から流出する割合は約4000人と、郡山市、福島市の約2倍の水準であります。これにはもちろんいろんなさまざまな要因があるのでしょうけれども、その一つがいわき市に対する郷土愛、いわきの先人に対する感謝、いわき市への帰属意識の低さではないかと推察しています。そこで私が目をつけたのが、市民の心の支柱としてのいわき市のターミナル駅であり、玄関口でもあるいわき駅前にあって、築城時には現在のいわき市全域をほぼ範囲と半島としていたいわき平城本丸跡地であります。私は2013年12月議会でいわき平城の城跡公園構想の提案をし、2014年2月に所有者の案内で、封鎖されていた本丸跡地を現地調査いたしました。それまで長期にわたって、封鎖されていた本丸跡地でしたが、雪が降りしきる中、かつての三階櫓があったあたりから平の市街地を見下ろしたとき、かつての城主安藤信政公も、ここだけあなただけのサービスこそが自分の足でここに来て、今ここで聞かなければ得られない貴重な情報であり、来訪者の満足度に直結してきます。に移ります。大きな質問の3点目が、地域じゃないが、いわきの先人たちの検証についてであります。小冊子市いわきの先人の配布実績についてでございます。こちらの資料です。もうすでに、お持ちの方も、いらっしゃるかと思います。小学生対象に、配布がなされている資料です。中身は大体30、40ページぐらいのものですけれども、いわきの先人9人が紹介されております。私は2015年の9月議会の一般質問で、郷土の偉人教育副読本の制作を提言いたしました。以前、行政視察で石川県金沢市を訪問する機会があったからです。
そこで大きく感じたことの一つは、市の規模の差はともかく、市出身の先人たちを顕彰する文化、習慣です。そこで私は、旧知の金沢市の市議会議員の方と、学芸員でもあり、ふるさと金沢ふるさと偉人館の館長さんの協力を得て、関連資料を提供していただくことができました。その後、いわき市文化スポーツさんでは趣旨を理解していただき、それを参考に平成28年度には文化センターでいわきの先人の展示を行っていただいたことに、まず感謝申し上げたいと思います。その後、いわき市教育委員会にも資料提供させていただき、昨年度にいわきの先人という小冊子を作成いただくことができました。こちらの冊子です。作っていただいた学校教育課の先生方の多大なる尽力で、一から原稿を書いてまとめ上げてくださったことに感謝申し上げます。そこでこの小冊子、いわきの先人の配布実績について伺います。教育部長。小冊子、いわきの先人の配布実績につきましては、市立小学校5、6年生が、いわきが輩出した偉人を学ぶことができる副教材として、令和元年度に市教育委員会において作成したものであり、本年2月に市立小学校5、6年生5684人に配布し、合わせていわき総合図書館へも配布したところでございます。以上、吉田幹人君。はい。小学校5、6年生に配布ということで、これからも小学生がそういうのを読むかと思うと非常に嬉しく感じます。私はこの冊子を数回精読させていただきましたが、文章の質、量ともに絶妙のバランスだと感じています。すなわち、これまで先人の歩みを調査、研究した文献は多くありましたが、そもそも分量が多すぎたし、難しすぎました。もしくは平易にしすぎて、簡単にしすぎて、先人の志がいまいち伝わってこないというものでした。そういった意味で、今回のこの冊子というのは、エポックメイキングなことだと思っております。この福読本、いわきの先人は、いわきの先人である沢村官兵衛、片寄平蔵、安藤信正、星はじめ、甲田慶三郎、吉野生、中村豊、草野新平、大河内一郎、かっこ継承略、9人の志や生き様を伝えるもので、これから自分の人生を切り開いていく子どもたちの生き方のお手本ともなりうるものだと思います。そこで活用の方法について伺います。教育部長。現時点における活用の方法につきましては、学校における読書活動のほか、国語や社会など、教科での学習資料としての活用を各学校にお願いしているところでございます。以上、吉田幹人君。はい。各学校にお任せということですが、地域学習等、ぜひ活用していただきたいと思います。思うに、小学生のみならず、この冊子は大人が読んでも十分に感じるところがあります。過去の先人の歴史に学んで、将来に役立てる。ぜひ図書館だけじゃなくて、予算の許す範囲で広く市民に配布していただきたい。私はもう、いわきの大人はもう必読だと私は感じております。特に、先ほど、質問したいわき平城の城主であった安藤信正公は、ここで取り上げられている先人の一人ですので、いわき平城城跡公園ができた暁には、体験学習施設において、ぜひ来訪者にも配布していただきたいと思っております。次に今後の進め方について伺ってまいります。今実際にこれプリントして在庫を持っているわけですけれども、今残っている在庫については、今年度でほぼなくなってしまうと伺っております。来年以降も継続して小学生らに配布していただきたいと思っております。それには来年の事業費の予算確保が必要となります。そこで令和2年度以降の事業継続について伺います。教育部長。
本資料につきましては、小学校における学習教材として使用することを前提といたしまして、関係学位のご理解とご協力をいただきながら作成したものでございます。今年度以降につきましても、その趣旨を踏まえて、私立小学校におきまして、原則として学習活動に使用することを基本として、今後とも有意義な活用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。以上、吉田道人君。はい。先人検証事業というのは、単発、短期間で目的が成し遂げられるというものではありません。中長期的な視点で取り組んでいくものと考えております。ぜひ今後も積極的な予算